どうも、ブヒケンです。島にはまだ寝てる。あ、今日もいい天気ですね。世間ではゴールデンウィーク2日目です。私も今から朝食なんですが、これもう食えんのかな。食えるんですかね。もうこっちもすごいんだ。どうだってこの辺にもあるんだよな。ちょっと食べてみようかな。あ、柔らかい。甘め。マジか。この辺に売ってるイチゴじゃんこれ。ちょっととろ、いやいや、かぼちゃすげえな。ボイセンベリーもね、今もうお花がすごいんですよ。でブルーベリーは花が落ちて実がつき始めましたね。いや、これ今年も大量だな。で、お花が咲きました。なんだかっていうやつね。竹盆栽もすげえな。雑草の寄せ植えがなんかすごくなってきてる。うん。まあネギは相変わらず。よいしょ。雑草の寄せ植えパート2。そしてこれですね。新しく、ちょっと1週間ぐらい前に仲間に加わった。カシスです。本当にカシスって実がつくんですかね。まあ今年は無理でも来年ぐらいなのかな。なんか新しい芽も出てるけど、家庭菜園だけど果物が多いな。あと蜜葉がすごくなってきましたね。いや、いちごすげえな。さて、朝ごはんの準備をするかな。今朝7時半ぐらいです。いい天気だ。よいしょ。いやー、部屋汚ねえな。明日月曜日なんでね、超お掃除しますよ。最近暑いもんでここで寝てんだこいつね。堂々としちゃってるよ。ふにやろ。ちまにお前自分のご飯を食べちゃって、僕は今食事中ですが、これこれ、いちごね、さっき1個食べちゃって4つぐらいしかまだこうなんかいい感じになってないんですけど、1個食べたらめちゃ甘かったのでとりあえず3つ取ってきました。すごいな。うん、このね、ちっちゃいんですけど普通に売ってるイチゴですね。犬はイチゴ食っていいのかな。ブドウ、ベリー系はダメなんだよね、ちまちょね。うん、うめえ。ん？食パンの耳あるから待ってて。いちごクソうめえ。うん。楽しみだな、他のが。すげえ甘え。